アレクサンドル・ヤーシュビリは、ジョージア・トビリシ出身のサッカー選手。ポジションは FW、ブンデスリーガ・インテル・バクル所属。1993年に、個国の FC ・ディナモト・トビリシで、選手キャリアをスタート。1994から95シーズンに24試合に、出場し24得点。1995から96シーズンに25試合で26得点を挙げた。 ことで国外のクラブからの関心を集め、1997年1月にドイツの VFB リューベックに期限付き移籍をした。契約期間満了後にトビリシに復帰したが、1997から98シーズンにドイツの SC フライブルクに移籍した。フライブルクではチームの初のブンデスリーが一部昇格に貢献するなど、同クラブで10シーズンを過ごした。2007年に、 カールスルー ASC に移籍し、2009年に契約を延長し2013年6月までの4年契約を結んだが、2012年に VFL 暴風に移籍した。その後、2013年にアゼルバイジャンプレミアリーグのインテルバクーに移籍した。ジョージア代表としては1996年にデビューし、2011年までに 国際 A マッチ67試合に出場し15得点を記録。このか2004年と2008年にグルジア年間最優秀サッカー選手賞を受賞している。ありがとうございます。